175ギムナジウムに突入する特殊部隊第175ギムナジウム銃乱射事件とは、ロシア連邦、タタールスタン共和国の首都火山にて、2021年5月11日に発生した無差別殺傷事件である。被害にあったのは、ジャブダートファイジー通りにある、小中高一貫学校の生徒及び職員たちである。銃撃と爆発によって9人が死亡。 32人が負傷した。2021年5月11日朝、イリナーズガリャビーエフは自分の住んでいるアパートの3カ所に火をつけ、キッチンの床に大量の硝酸カリウムを撒いた。この件については火がすぐに消えたため、アパートの他の住人たちに被害は及ばなかった。その後、銃を携帯したガリャビーエフが通りで何名かに目撃されているが、 その時点で警察に通報はされていなかった。至る多数通信の報道によると、警察に最初の通報が入ったのは同日午前9時18分、ガリャ BF が学校を襲撃する1分前であった。その後、犯人が学校に侵入した午前9時19分に2回目、3回目の通報があり、校内で爆発と銃撃があったことが伝えられた。 ある生徒の証言によると何かが破裂するような音が聞こえた後、教室の中に煙が見え、それからまた何回か破裂音がしたという。事件発生時、第175イムナジウムには714名の生徒と約70名の職員たちがいた。ガリャビエフは通りを歩いていた19歳の少女と学校の用務員を襲撃した。少女は犯人と 同時刻に学校人に到着して銃撃され、用務員は犯人が窓から校内に侵入しようとしているのを目撃し、これを阻止しようとして同じく銃撃された。学校の警備員がパニックボタンを押し、事態を知った校長は校内放送でこのことを知らせ、教師たちに生徒を教室の中に入れて鍵をかけるよう呼びかけた。犯人はその後、 校舎の1階で教師のビニエラアイザート場を射殺し、自作の爆破装置を用いて、近くにある鍵がかかった低学年の教室のドアを爆破した。犯人は各フロアへと進み、その時点でほとんどの教室は施錠されていたが、3階フロアの8年、A 組の教室は侵入可能であった。この教室にいた生徒たちは犯人の銃撃によって全員死亡した。騒ぎを聞いた。 英語教師のエディビーラ・ライクナー・ティエバは教室から廊下に出ていたところを犯人に射殺された。午前9時27分、8年生の生徒の一人から警察に通報が入った。彼女は銃声が聞こえたことや怪我人や血が見えることを伝えた。また、近隣の住民たちは学校の3階の窓から外へ飛び降りる生徒たちを目撃していた。午前9時33分、警察が 現場に到着し、両手を上げて入り口から出てきたガリャビ f エフは、すぐさま逮捕された。その後、ロシア国家親衛隊が到着して、生徒と職員たちを避難させた。この事件により、8年生の生徒7名、26歳の英語教師、エディビー・ライグナーティエバ55歳の低学年教諭、ビニエラ・アイザートバの、計9名が死亡した。そのうちの8名は即死であり、 一名は病院にて死亡が確認された。同日、三名の職員と十八名の生徒たちが病院に搬送され、そのうちの六名の負傷者は極めて重篤な状態であり集中治療室に入れられた。午前十一時ごろ、タタールスタン共和国、ルスタムミンニハノフ大統領が事件現場に到着。午前十一時、ロシア内務省の報道部は、 犯人がすでに拘束されていること、また、テロ対策についても進行中であることを発表した。ガリャビ f エフ入りのアズレナートビヒは、事件を起こした疑いで、司法当局により交流された。その後、ロシア刑事法第105条、第2項の規定に基づき、刑事事件として起訴された。ガリャビ f エフは逮捕後、モスクワに移送され、セブルスキー社会、 高医学精神医学研究センターにて精神医学の専門家により鑑定を受けた。ガリャビエフは2001年9月11日に火山の家庭で第二子として誕生した。2017年、ガリャビエフは第175イムナジウムを9年生で卒業した。その後、彼はタタール職業支援機関が運営する専門学校に入学した。2021年、 ガリャビエフが同校を卒業しなければならない年であったが4月に試験に落第し、またインターンシップの面接にも失敗したため4月26日に同校から除籍された。また2021年の春、彼の家族は彼を置いて引っ越してしまい、彼はアパートに一人で暮らすこととなった。この時期に彼は犯行の準備を開始した。この事件以前には目立った。 問題行動は起こしていなかったという。警察署内で交流中のガリャ BF を撮影した映像がテレグラムの多数の匿名チャンネルによって流出し、その中で彼は自分は神であり、自分の中で目を覚ました怪物である、すべての人間を憎んでいるといったことを供述している。また、ガリャ BF のテレグラムのチャンネルも発見された。チャンネルは公開状態であり、 大量のゴミどもを殺すという犯行予告が少なくとも数回投稿されていた。パーベルドゥーロフ氏によると、ガリャビ f エフはギムナジウムを襲撃する、ちょうど15分前にテレグラムのチャンネルを作っていた。ガリャビ f エフが犯行に及んだ際、彼のチャンネルの登録者はチャンネルを作った彼、自身のみでした。犯行からちょうど15分後、彼はおそらく遺書として残すつもりでそのチャンネルを、 パブリック公開にしています。この件に関し、テレグラムのモデレーターたちは、早急に対処しました。1時間以内には、最初の通報を確認し、暴力的な内容を含むコンテンツとして、彼のチャンネルを凍結させています。しかしながら、彼のチャンネルを通報した人や、チャンネルを登録した人などは、彼が警察に逮捕されるまで現れませんでした。 パーベル・ドゥーロフ・ウラジーミル・プーチン大統領は、犠牲者の親族に哀悼の意を表し、政府に対し、同国の武器に関する法律を強化するよう命じた。ありがとうございます。